どうやって貼ってんだろう。これ形状が違うんですけど。え、やらかしい。これだって。違うね。ダメじゃん。まあまあ、なんか歯の形状が違った。え、買ってきたやつ？うん。扱いもしない。木工用のは1本おまけで入ってたから、うん、こいつを削っちまおうか。ああ、そうだね。3ミリ六角レンチ付属のブレードクランプ。パツンで終わりか。そんなワンタッチなの？まあ、これ歯を補足しなきゃいけないんだよ。ああ、そう。うん。そのためにこれ買ったんだよ。ワンタッチなんだ。ワンタッチ。ちょっと抜いてさ、ベルトの下地だけこれちょっと怖いから、1だよ。1なら。わかんない。どうなっちゃうんだろう。取れた。ちゃんと入ってなかったのか。どうせがプツンと入るんだろう。で抜くときに外すんじゃないのかな。使う前から壊れちゃったんじゃない。大丈夫。ミシンみたいなんだね。本当だね。ミシン。ね。うん。ずっといったじゃん、うん、でこれで長板やってな、うん、パカパカ、うん、これちょっと長板ない、長板買ってきてないよね、これの買いに行かないと。そうなんだ、うん。ね、これでいいね。でも精度が悪い。あ、この前のあれか。ジグソでもう切ったやつなんだ。ちょっともう切ってあるよ。ちょっとね、これこの板が。だからこれが、うん、鉄製枠で切ってこう。なるからね。抑えられるみたいな。こうだよ。これ本当はよ、うん、建具屋さんとかだとさ、うん、おそらくここの間溝掘ってこう間入れる。あ、綺麗にね。そうこうだいたい、ね、ほらだいたい扉こうなってるんだ、ね、ここだけどいいんだろう。落っこちないようにするって言ったけど、うん、落っこちないんだよ実際は。ね、落ちないんだよね、うん、ならいいんじゃないこのまんまで。だけどほら、なんつうのこのカタカタ具合。いや、だいたいとりあえずつけてみたら。こんなお手伝いでいいの？いいんじゃねえ。うねうねするんですけど。いいんじゃないの？趣味だよ趣味、ね、仕事じゃないんだから。あー、ちょっとあれだよ、はい、そうだよ、父さんがかっこいいとこ見せて同じ目に遭うんだよ。なんでこれドライバーと合ってないの？いや、下手なの。あ、割れてきた。あ、ちょっと。まだだって。これ、穴が開いてるとこに入れるやつだからさ。なかなか食い込んでかねえ。あ、じゃあ、下穴開けろってこと？そう。それ、もっとこっちに。待って、ここ押さえられてるんでしょ？置くじゃん、ほら。よく、うん、全然いいじゃん、ほらこれもっと持ちんの。うん、そう、うん、こうだ、うん、ね、あ、いいじゃん、ほら、うん、うん、
まあ、いいじゃん。いいじゃん。うん。まあ、こうやってやんないじゃん、こう。ね。ね。やっぱり、長番で抑えるとピシッ、うん。じゃあ、早速月行こうよ。そうだ。いいんだよ、今。うん。そっとやんないと。びっくり。なんか、あ、そっか。給仕してたんだよ。そうだね。じゃーん。うん。ね、これでいいよ。画期的アイデアだよ。これ母さんの画期的アイデア、ね、よいしょ。ういっ。パカッ。あ、ほら、浅いっぽ。で、うん。で、パカッ。あ、すごい。すごいよね、これね。うん、いい。最高だよね。うん、いい。うん、あ、もうこれさ。うん。ここみんな冬の蜂の色になってきた。本当だ。黒くね。うん。もう準備してん、うん、これ。なんだこれ。クモの巣。ずいぶん丈夫なクモの巣、うん。頑張ってる頑張ってる。なピロって言っちゃったんだな。まあまあ。素晴らしい。うん、いいじゃん。やっぱでもそこ止めた方がいいかな。ここ。うん。うん、まあだけど蜂出てこれないよ。よいしょ。まあ出てこれないね。うん。はい。ね、もうこれでな。うん。もう寒いから死にしよう。そっと開けるよ。うん。音も立てずによ。蜂たちにバレないでよ。給仕もみんなできるんだよ。さっき父さんよ。給仕したんだよ。ほらもう早速よ。飲んでるね。うん、ほら。な。うん。蜂たちよ、うん、巣箱ほらガタンガタンやんないじゃん。うん。だから、ストレスなくさ、いろいろできるんだよ。で、こうやってさ、ほら、どうしていいのかななんてさ。ほら。ほんとだ。全然ビビらねえんだよ。ビビんないね。うん。な。へぇー。いいよな。うん、いいね、これストレスないよ、蜂たち。なあ、で、これ、まあ、はい、どう思うって、こうやってさ、そっと閉じてさ。音しないもんね。うん、で、メントルコンと置いてよ。で、これでそーっとさ。なあ、やっぱいいよ、これ。蜂たち、ストレスなくよ。年がら年中、外敵が来たってよ。思わねえんだ。